1,2,3 これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン、目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったなら、掴みはそれでバンジー OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って目から降りして、手を握って、ほらここで君は笑うし、涙どころなんだからさ、写真にも写せやしない、とても些細な恐ろしくさに、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう、とりあえず今のとことは、決められない。だから風に吹かれてこう、フィルムは用意したよ。一生分の長さをざっと115万キロ、ほらここで君が笑うし、涙どころなんだからさ、写真にも写せやしない、とても些細な恐ろしくさに、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取って、サムネイルにしよう、とりあえず今のところは、撮影を続けよう、この命ある限り。せーの、115万キロのフィルム、やってみました。シンプル簡単バージョンだけれども結構見たことないコードちょっと出てきちゃったんですけど、あ、簡単ですから安心してください。これから解説しますね。で、今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルのショートカットアレンジバージョンにしております。で、フルでやりたい方、コード進行は一緒ですので、歌詞とコードを書き足して、オリジナルの歌の本を書き出していってください。で、動画のテロップなんとかできたよという方も、やっぱり何かに書いて、ご自身だけで演奏できるようにしていきましょう。その時の参考になるように、私のノートを見せようと思うんですけど、やっぱりですね、見て、2枚に渡っちゃった。2ページに渡ってます。結構てんこ盛りでございます、これ。はい。ひとまずちょっと見ていきましょうか。まずこのラップっぽいところから、ここの言葉のリズムがもういきなり難しいからね。はい。ここら辺もちょっと、リズム相当、練習っていうか、掴み取らないとなんで、ちょっとこういい、うまいこと曲調を掴んでください。で、いつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつをかっこいいバージョンで、やる弾き方なんで、今の上の段をシンプルに4つ弾いていったということで。だから、かっこいいバージョンでは相当かっこいいコードがちょっと追加されたり、キメが多くなったりしています。はい、じゃあこんな感じで一時停止でメモってってください。まずここ A メロまでね。はい。一時停止で。ちょっとわかりづらいなという方。動画のテロップ一時停止で書いてもらってもいいと思いますけど、これひらがな表記とかこの点でね、ガズさんリズム測ってるんですよ。これ言葉がいっぱい詰まってラップだからほとんど。こういうのはね、ひらがなの上にこうタイミングで点を打つのが結構私は便利だなと思ってます。まあ参考になればということです。はい。じゃあ次 B メロから。
ここがサビなんですね、B メロと。これが息する暇ないぐらい、もうね、もうほんとノーブレスでガーッと行く感じなんですよね。もうちょっと私息継ぎしなかったらもう歌えなかった。すごい、ここは。はい。いっぱいコードも書いてあるね。これ後で説明しますからね。今のは上の段でシンプルでやりました。で、ここがかっこいいんだよね。クランクアップがいつなのかと、ここがね。はい。ここブリッジパートですね。はい。そして、ここに書いてある。次、ここ終わったらサビに行きます。またさっきの、ここのサビに戻って、そしてサビが終わったら、一番最後のラスト、ここに行きます。はい。撮影を続けよう、この命ある限り。このワンフレーズをやって終わったというのが、ガズレレオリジナルアレンジになっております。じゃあ、コードの解説行きます。今日はですね、てんこ盛りですから最初につきますけど。見て、ずらずらずらと書いたよ。これはですね、ちょっと読んでいきます。C、C7、Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。ずらーっと山盛りじゃんと思うけど、これは、超入門コードのグループ、これです。ドン！ガズレレ必須コードになっております。このガズレレ必須コード10個。フルコーラスじゃないよ。フル、オールスター勢ぞろい。これ書いてある。はい。ガズレレ必須コード、オールスターズが勢ぞろいしたのと、これ見て、シンプル簡単バージョンでも、この C の小文字で AUG って書いてある。この C、オーギメントというコードを使って、今回シンプル簡単バージョンはこの11個のコードで使いました。これちょっと後で解説するとして、ここのね、10個、これの説明しよう。これはドン、はい、これガズレレ必須コードと言って、コードのグループです。入門コードのグループ、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説します。ここにリンク貼っておきます。10個のコードはこの動画で見ているだけですいすい覚えられますから。親戚とか三男坊とか、そういう覚え方です。楽しく覚えるのがコツです。そして今日1個シンプル簡単バージョンで見慣れないコード、この C AUG という、これね、簡単だから、この C AUG はいいですか。押さえる場所、こことここ、こうです。はい、このコードね、これは押さえるのは簡単だけど、はい、コードネームが C AUG なんで、なんだこれってなるけど、押さえるところは簡単です。4弦の1フレットと1弦の3フレット用 C にここ1個足すだけ。はい、これはいけると思います。これでシンプル簡単バージョン、皆さんまずはここでリズム4つ弾きでこの歌をきっちり歌うところで、まず相当ハードル高いですからね。歌のリズムの乗せ方とメロディーライン、これはもうヒゲダンはもう強烈ですから。まあ皆さんご存知でしょうけど、そこにみんなね、こう夢中になっちゃうってところがあると思います。まずは4つ弾きでこの歌を歌ってみて、はい、そっから、ここからかっこいいバージョンに、の解説に入っていきます。かっこいいバージョンは今日はですね、やばいことになります。やばいことに。はい。出てくるコードがもうバンバン増えてきます。解説していきます。はい、こちら。まず最初。Bm7 の5。これ Bm7-5 というコードで、これよく見てください。なんじゃこれだと思うけど、これ G7 と Dm 同時に押さえるって考えると、すごく頭の整理ができます。Dm と G7 一緒に押さえる。ちょっとやってみようか。押さえる場所をね、つまりここなんです。G7 のところ、あるじゃないですか。あと Dm ってこことこことここでしょ？だからつまり合わさってるわけ。こことこことこことここです。まず最初、二通りね。まず Dm を押さえたパターン。Dm ってこことこことここでしょ？で、この小指見て。これを1弦の2フレットに足して、弾く。Dm7、5。この切ない響き。何この切ない響き。はい。これ、この1個のパターンと、あとは G7 をこうやって押さえて、親指で上をこうギュッと握る。この、両方の。パターンがあって、これどちらでもいいと思うんですけど、ガズはこの親指派ですね。はい。で、こっち、多分こっちの方が、正解というか、教科書通りだと思います。はい。Dm を押さえといて、小指で1弦の2フレット。はい。はい、これをかっこよく使って、これ結構多用されて、この切ない響きが入るだけで世界観だいぶ高まります。はい。あとこれ。Gm7。で、これちょっと言っとくんだけど、Gm7 と A シャープってもうこれほぼ一緒なんで、ちょっとこれ合わせて説明します。まず、Gm7 っていうのは、こことこことここ押さえるんですね。これ2個キュッと押さえて、こんな感じがいいと思います。はい。はい、これ見て、このぐらいギュッと反らせるのがポイント。はい、これ。で、A シャープっていうのは、この薬指見て、これ、ここに足すだけなんですよ。はい。これが Gm7 で、足すと A シャープ。はい。この使い分けですけど、まあ、ほぼ、そうですね。まあ、A シャープ押さえられたら A シャープの方がいいっていうところもあるんですけど、ブリッジパートのところは A シャープの方がいいです。はい。まあ、いいや。ひとまずですね、これ使い分けしておきましょう。似たような押さえ方。で、慣れてる人は A シャープに限ってはこうやって全部触れる。これでももちろん全然大丈夫です。はい。これちょっとね、押さえづらい。はい。次。いつも出てくる初心者さんが突っかかる、まず突っかかるやつ。Fm ですね。これはイントロの途中のところで出てきます。押さえ場所、ここと、こことここで。こんな感じですね。これが教科書通りの押さえ方ですけど、ガズさんはいつもこう親指でギュッと上から行っちゃいます。
はい、これもどっちでもいいと思います。やりやすい方でいいと思いますけど、人差し指使いたい方は手首下に、親指使いたい方は手首上にって感じ、こんな風に使い分けて、はい、F マイナー使っていきます。はい、このコートでさらにドラマティックになって、はい、こっからがまあ難しいところの代表リズム。まずこれ聞いていただいて分かると思うんですけど、まずは16ビートのチャですね。こんな感じです。できればカッティングも入るとかっこいいです。ここで君が笑う、こんな感じのリズムです。これはですね、まあ皆さんご存知でしょうけど、16ビートのチャっていうのはリズムの中でも一番最高峰レベルの難しさで、はい、ちょっとこのふんわりしたファンキーなこの曲、なんかちょっとシャッフル気味なところがあるんで、そういうニュアンスを入れるとまあさらに難しいんですけど、はい、まずこの弾き方が1個と、あとね、カッティング、まあ今見ますカッティングだな。で、このブリッジパート、クランクアップがいつなの、ここはですね、カッティングの頭打ちっていうリズムでやりたいと思います。ちょっと聞いててね。ワン、ツー、スリー。ランクアップがいつなのか、僕らには決め。こんな感じ。タツク、タツク、タツク。タツク、タツク、タツク。こういう感じ。頭打ち。タツク、タツク。テロップにもタツク、タツクって感じ。これはカッティングということですね。なんで今日の、メインのリズムは、16ビートのチャとカッティング。この二つのリズムを、応用したいと思います。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から16ビートのチャとカッティングという動画でね、そのリズムをマスターできるようなシステムになってますので、ちょっと探してやってみてください。で、いつも言ってるんですけど、16ビートのチャっていうのは一番難しいリズム。まずは基本となる8ビート。その次8ビートのチャ。その次16ビート。その次16ビートのチャということになっております。で、イントロのワンフレーズだけで、チャの入らない16ビートをやるとかっこいいなと思ったんで、それもちょっとテロップには書いておきます。チャが入る入らないっていうのはあります。あと曲の中で伸ばすとかそういうのはね、テロップに書いておくんで、それ気づいてくださいという形になってます。そしてこの曲、もう一個キーポイントになるのがこのマーク。この矢印のマークは、リズムが前にスコーンと食い込んでくる、シンコペーションというリズムでございます。ちょっと例を示してみましょう。サビやってます。ワン、ツー、スリー。ほら、ここで君が笑うシーンが見どころなんだ。わかった？矢印ボーンと入ってくるでしょ。もう一回。ほら、ここで君が笑う、ここが見どころ、ここなんだから。これ応酬、矢印マークたっぷり出てきます。このシンコペーション、16ビートのチャをやりながらのシンコペーション、めちゃくちゃいっぱい出てくるんで、見逃さないように。これ言葉の言い方とリズムがすごくリンクしているところがありますんで、要注意でございます。で、細かい解説に行くと、こういう決めから、一番最初のイントロのフレーズのところで、目の奥にあるフィルムで作るのところ、ここちょっとやってみますね。せーの、目の奥にあるフィルムで、ここ、フィルム、言葉に合ってる。でででで、これ A マイナー A マイナー G7 D7 F で作る。で、ここ言葉に合ってるフレーズなら、ここはまあこういう感じで決めというふうに書いてきます。フィルで同じようなところが A メロの中にあります。ここまでのダイジェストを、はい、ここもでででで、ダイジェストを言葉にリンクしてる決めが入ってきます。で、サビに入る前のこう手を握ってのところも、ここだったーだ、テロップ見ながらちょっと参考にしてください。ちょっとここやってみようか。せーのーな、ごめんねと言って仲直りして、手を握ってだったーほーらーで、もう一回だよ、ほらどーんってシーン入ってます。はい、だっただ、はい、こういう決め、いや、いろいろ入ってきますね。そしてブリッジパートでは、ここのさっきも言ったタッとタッと、さっきも言ったやつ、クランクアップがいつ、タッとタッとこタッとこ、こんな感じでやります。その後のところに決めが入ります。ここのだーか、あ、こうすクテロップ出しておこうか。決められないだから、ここやりますね。ランクアップがいつなのか、僕らには決められだし、C、D マイナー、E7、ここ決めます。僕らに決められない、だから、風に吹かれて、ここ決めましょう。言葉にやってる。だからで、C、D マイナー、E7。はい、決めが多いですよ。そのブリッジパートの一番最後のところも、こう、タカ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 タみたいな感じですね。初分の長さを、だと115万キロ。ここ。タカ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 タ。ほら、
タカ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 タホーラーですね。はい。タカタカで、まあ、ここでちょっと G7 で盛り上げてからまたサビに戻るというイメージでしょうか。そして最後のエンディングは、撮影を続けようとか伸ばして、終わるという、まあ、これはね、リズムも難しいければ、歌のメロディーライン、これがまた難しい。ちょっとブルージーな。どれか一つを、この渋いブルージーな R&B っぽいところも出てきつつ、メロディーの高低差も出てくるし、あとはもう一個、言葉の乗せ方ね。これリズムですよ。最初ね、これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラも、このリズム、これまず手拍子で歌うだけでも結構ね、掴み取るの大変だと思うんですけど、それをやりながらこのリズムやるんだもん。もう本当に脳トレになっちゃってもしょうがないって感じですけど、まあこれがね、ハマりますから皆さん。まあすごく難しいと思うんで、パートにまずは分けて、そのパートで練習していって、それをこう、くっつけて、一個のものにしていくという長いスパンで考えた方がこれはいいと思います。で、ちょっとガズもですね、かっこいいバージョンをちょっと気合い入れてやろうと思うんですけど、もうちょっとね、本当に、頑張ります。はい。やってみましょう。115万キロのフィルムヒゲダウン。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1,2,3。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったなら、つかみはそれでマジ OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うの。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に願い掴むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして、手を握って、ほらここで君が笑うし、涙どころなんだからさ、写真にも映せやしない、とても些細な恐ろしくさに、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてく。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう、とりあえず今のところは。ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ、写真にも映せやしない、とても些細な恐ろしくさに、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてく。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう、とりあえず今のところは。撮影を続けよう、この命ある限り。115万キロのフィルムヒゲダンやってみました。ガズレレ流かっこいいバージョン。いかがですか？これはですね、もう相当
ハイレベルでございます。もうオフィシャルヒゲダンディズムの曲はもうそもそもすごくこうハイレベルなんですけど、なんでまあさっと弾いてすぐ弾けるっていうものではやっぱりないんですが、やっぱりねこうじわじわじわとこう覚えて自分のものにしていく過程もまた楽しいんで、こう長い時間かけて取り組んでいくんですが、すぐにできないので諦めるのもちょっともったいない。やっぱりワンフレーズワンフレーズずつ仕上げていって最後来る、これがいいと思います。音楽どんどん楽しみましょう。家にいる時間これでもうあっという間に時間経つと思いますんでね、これはね豊かな音楽の一個の形ですから、皆さん存分に味わってください。さあ皆さん、お知らせです。これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかもう置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と思うので大ベテランが作ってる手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではねあの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。